ゼータガンダムカミーユ行きます。夢なんです。彗星に学校を作るって。プラグイン H 起動を確認。プラグイン P とのデータリンク開始。あのガンダムが何かを伝えようとしている。ん？エアリアル、どうしたの？先ほど伝えた通りだ。ご退場願おうか。やっぱりモビルアーマー。この前は陸戦型、今度は空戦型ね。次から次へとポンポン新型作って何をしようっていうの？機体のテストを行い、データを得ることだ。データ収集ならこっちだって本職よ。問題はそのデータをどうするかでしょ。トロイの木馬まで仕込んできたってことは何かを伝えるためだと思うけど。私にはそれを答える権限は与えられていない。またそれ、ラチが開かないよ。招待長、彼から話を聞きたいわ。まずはおとなしくさせましょう。まだ動く。まだなの？いけ。飛行タイプのモビルアーマーにも対応してくるか。さすがだな、招待長君。あの戦車タイプのはどうしたの？必要なデータは揃ったのでね。ガンダムのモビルアーマー、新型を作り続ける理由は？知的好奇心を満たすためだと言ったら信じるかね。それは君の管理システムも。そんな理由ならハーメスがプロテクトをかけられてる意味はない。超より影響力のあるもの。それは招待長、ガンダムじゃないものに負けちゃダメよ。問題ない。くらえ。直撃させる。損傷率 50% 聞いてるよ。これで人格データの強制が解ければ。何を言っているのかね。私はこの程度では表示はせん。じゃあ今ならあなたにあえて聞くな。あなたたちの目的は何？世界征服でも企んでるわけ？君たちも似たことをしていただろう。歴史をねじ曲げようと。私はまだ飛べるぞ、招待長君。叩き落としちゃって。ハーメス、その前に何か言うことはないの？何を言ってほしいのかね、リトルレディ。本来の人格が出てこない。プロテクトを強化されたみたいね。何か聞き出すチャンスを狙ってるわけ？私の人格プログラムにエラーなどない。レディ、言うの遅い。ようやく戻ったのね。俺が言ったこと、ブレイク修正を奴が黙認する理由を考えろ。いつ言った？私初耳なんだけど。私は聞いてるわ。招待長、お疲れ様。イリオンステーブルに戻りましょう。私とエアリアルは負けません。